まあ、どんどん人来ますね。もうすし詰め状態ですね。お天気いいからね、ここで。お天気悪かったら最悪ですけど。これはもう、あれですね、朝の溝筋線の運営駅の予想ですね。素晴らしい。ここね、やっぱりヒルクライムだけにね、こうカーボンフレームのね、高級車ね、ブルジョワジーな自転車がよくありますね。今日の自転車全部合わせたら、日本の GNP ぐらい行きますかね。あ、それは嘘ですね。GNP 行かないですね。はい、来場された方、チップこちらで切ります。チップこちらで切ります。バイクお願いします。ほんまいろんな自転車ありますね。自転車豆知識としましてはですね、こういうね、こういうカーボンホイールはね、やっぱりカーボンというのは軽量素材ですんでね、こういう上り系のレースではね、こうホイールとか回転系のね部品をね軽くするとね、もう威力を発揮するというかね、はい、カーボンホイール、炭素、カーボン。ここで水をかぶってくらいたい。これもカーボンですね。ほんまね、カーボンホイールつけてるところですね。アルミ 50% カーボン 50% というところですかね。ね、それでは中途半端に喋ることもなくなったんでね、これぐらい終わっておきましょうか。それではイーナンヒルクライムよりさようなら。